荒川自然公園は東京都荒川区荒川にある区立公園である。東公園は東京都下水道局三河島水再生センターの施設の上に新たに人工地盤を作ってそのスペースに作られた公園である。こうしてできた公園は都内では新宿区の落合水再生センターの上に作られた落合中央公園に次いで2例目である。 1974年開園で面積は61,068.03平方メートル。普段は地元の人を中心に多く利用されているほか、園内では各種イベント等も定期的に開かれている。公園は大きく3つのブロックに分けることができ、人工的な池があり樹木などが多く植えられた南側地区、野球場やテニスコートなどがある中央地区、そして 子供が交通ルールを学ぶために作られた交通園などがある北川地区である。南川地区と中央地区との間は連絡橋を渡る。中央地区と北川地区は隣接している。なお三河島水再生センターは日本で最初の本格的な下水処理場として知られており、東港園内からも現在稼働中の施設の一部を眺めることができる。 三河島水再生センターの一部の施設は国の重要文化財に指定されている荒川自然公園付近の空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成1989年撮影ハット AB 公園庁所平成26年4月1日現在東京都建設局 304P ABCD 荒川自然公園公式サイトハット、AAB 東京都か、水道局サイト国指定重要文化財級、三河島お水処分場食登場施設。ありがとうございます。